はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネル中2です。今日もご視聴本当に本当にありがとうございます。今日はですね、ポコロンダンジョンズこちらを実況していきたいと思います。先日ですね、ちょっと提供でブリーチのコラボについて実況させていただいたんですけれども、今回はですね、自分の端末でこちらのブリーチコラボのガチャをやっていこうと思います。イエイ、3点結集、私は爆死を拒絶するということで、爆死拒絶でやっていきたいと思いますが、ですね、今日は40連回していければと思っておりますが、欲しいキャラはですね、まあもちろんイチゴですね。あとは白夜がいるとかなりアイゼンさんが楽らしいので、白夜も欲しいなというところと、あと夜市さんがこのポコロンチェンジのスキルを持っているので、こちらの夜市さんも欲しいなと思ってます。まあ、限定キャラなのでね、ちょっと引いていければと思います。まあ虹が出たらラッキーですね。頑張ってきます。じゃあ10連来ましたね、来ましたね。雨が降ると来る可能性が高い。拒絶する。虹来た、頼むよ、マジ頼む。チャド出た、チャド嬉しいな。早く、やばい。そっとね、ちょっと何回か引いたのでルキアさんは割れなかったんですけど、ちょっと嬉しいですね。これはかなり嬉しいです。はい、ということで20連目やっていきたいと思います。いや、このままイチゴも出ちゃえばいいね。今日来てるね。最近ガチャ爆死だったからね。頼むよ虹。あー、虹1個来た。頼む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 。ブリーチキャラは1個確定。ああ、よくやきたー。めっちゃ嬉しい。これは嬉しい。やばい。来てるー、来てるぞー。嬉しい。では続いて、今日マジ来てる、マジ来てるので30連目いってみたいと思います。いや、めっちゃ嬉しいわ。本当にブリッジというかで、ね、ボーダンは本当に引きが悪くてね、もうフェイトの時なんてもうどんだけ回したかみたいな感じだったんですけど、はあ、やばい、これは本当に嬉しい。うわー、嬉しいな。最近全然出なかったから嬉しいよ。やばいよ、ありがとうございます。しかも雨降ってなくて虹が出た。はあ、ラストいきます。しかもラストも雨。別のゲームだった。やば、22個も出たよ。やば。あ、違う、あ、トシロさん、あ、浦原さんに出た。まあ、イチゴ出なかったけど、これは大勝利でしょ。ミカエルさん、眠ってるんですよ、もうすでに。これは、よかった。というわけで、せっかくね、このブリーチタイプの攻撃力が 40% アップっていうこのね、四白章挽回バージョン作ったので、ちょっとブリーチパーティーでアイゼンさん戦ってできればね、ちょっともう期間も迫ってるんですけれども、アイゼンさん運気25頑張ってやりたいと思います。これはかなり嬉しい。いやー、よかった。本当に最近ガチャの引きが悪くてちょっと持ち直した感じですね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もう本当にちょっとかなりの飯まずになったかと思いますが、結構ねブリーチ少々がねブリーチ好きっていう方多いんですけれども、本当にポコダンね始めやすいですし、ブリーチコラボやっててすごい楽しいので、で始めたばっかりでも結構ねクリアできる難易度なので、ぜひぜひこれからやるよっていう方いらっしゃいましたら始めてみてください。ということで、ツイッターやってます。アット白黒チャンネルでやってます。ぜひツイッターのフォローお願いします。YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただけますと動画の更新通知届きますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。ラストじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん最初にゃん。じゃんけんぽい。グーです。なのでパーの人を動かしたいことあるかもよ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。本当によかった。ありがとうございました。
はい、というわけで今日もの米編コーナー行きたいと思います。今回は前回開けましたブリーチコラボの紹介の動画からの米編になります。ブリーチの名言はアイゼンでしょう、断りとは断りにすがらねば生きていけるもののためにあるのだとかね、一体いつから強化水月を使ってないと錯覚していたということで、アイゼンさんのステージもあるんですけど、アイゼンさんの名言がね結構出てくるので、アイゼンさん好きだったらねぜひやっていただきたいと思いますね。あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞとかね、ルキア星音とか許せんということで、ルキアちゃんはねやっぱり攻撃力的にはあんまりね高くないのかもわからないですけどね、あんまり星がすごいレア度がマックスで出ることは他のゲームでも結構少ないんですがね、マルキアさん好きにはねなかなか許せないことかもしれないんですけども、なかなかね楽しいコラボになってるのでぜひ SF さんもやってみてねということで、また見て、バイバイ。